龍が如く6、ご期待ください。登場会が何かの理由で俺の身内に手出したんだとしたら俺が容赦しねえ。そこどけ。皆さんこんにちは。龍が如く6に主人公の桐生一馬役で出演させていただいております黒田貴也です。やっぱあれですね、だんだん桐生も私と同じように年々年を取っていくので、特に今回、桐生が多分演じる上で出ているのは桐生の父性だと思います。父親のような愛とか、そういうのがいろんな場面で出ているんじゃないかなっていう、ある種ミステリー的な要素がとても強いと思うので、演じるから早くセリフをチェックしたいからではなく、早く次が知りたいって俺も今回とても思ったので、だからミステリー作品としても面白いのかなっていう。伝説の極道桐生一馬も50歳を目前に控えてまだまだ衰えていません。シリーズファンの皆さんはもちろん、これから龍が如くを始める皆さんにもと楽しんでいただける一作になっていますので、ぜひご期待ください。